清水高之は東京都足立区出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者、野球評論家。2009年から2012年までの登録名は清水高之。江戸川ポニーでは中学3年時に全国準優勝。浦和学院高等学校から東洋大学へ進学。高校では高野支持とチーム名と、 通算20本塁打を放つが2年夏の県大会、準優勝が最高。大学時代の同期生には、後に、巨人で共にプレーすることになる、川中元氏、1年下には、今岡誠がいる。東都大学リーグ通算78試合出場、253、打数71アンダー、打率、281、6本塁打、46打点。 ベストナイン4度受賞。4年次には福岡で開催されたユニバーシアード日本代表にも選ばれ4番で銅メダル獲得。1995年度ドラフト会議にて読売ジャイアンツから3位指名を受けて入団。1996年、ルーキーながら安定した打率を記録し、主に6番7番打者として外野手のレギュラーに定着。リーグ優勝にも貢献した。 また、同期入団の西と久さも新人ながら、内野手レギュラーの座を掴んでおり、新人選手二人が、レギュラーに定着するという年になった。1997年、前年は、左翼手と中堅手を兼任していたが、この年より、松井秀樹の中堅手コンバートに伴い左翼に定着。一番打者としての起用も増え、初の規定打席到達かつ、打率3割を記録した。 1998年、当時監督だった長島修行のバントと兵殺が少ない攻撃型の2番打者という構想から2番打者としての起業がメインになる。1番西、2番清水という長らくチームを支える上位打線を形成し、2年連続で打率3割を記録。またこの年は高橋義信が入団し、中堅守の松井と共に不動の外野夫人の一員となる。 1999年は打撃三部門すべてで成績を下げ、打率295で3割ものした。2000年も2番打者としてレギュラー出場し、当時 NPB 史上10人目となる規定打席到達かつ閉殺打例という記録を達成。チーム3年ぶりのリーグ優勝と6年ぶりの日本一に貢献した。二千一年は規定打席不足に終わったが、打率。 324と高打率を記録。なお、長島監督がこの年限りで優待した。2002年、新監督の原辰則の構想で一番打者として、起用を明言され、シーズン200本安打を目標に掲げた。年間通して一番打者に定着、2年ぶりに規定打席に到達し、惜しくも200本安打には届かなかったものの、最多安打のタイトルを獲得するなど、 キャリアハイの成績を残し、リーグ優勝、日本一に大きく貢献した。2003年3月28日の中日ドラゴンズとの開幕戦で前年巨人相手にノーヒットノーラムを達成した川上健進から先頭打者本塁打を放ち、最先のいいスタートを切ったが、ニューヨークヤンキースに移籍した松井の穴を埋める中堅守の守備練習や開幕早々の肉離れなどの 故障などが重なり打率、240、14本塁打の成績に終わり、規定打席にも到達しなかった。2004年、監督就任した、堀内常夫の方針により再び2番打者としての出場になる。開幕前には、同じ外野手の斉藤義士の成長もあり、一類手の練習を提案されたものの、開幕すると、シーズンのほとんどで2番。 左翼手としてスタメン出場を果たした。2年振りの打率3割をマーク自己最多の16本塁打を記録。2005年、前年中堅手を守ったタフィローズが左翼手として起用されることになり、また中堅手としてゲーブ・キャプラーが入団。清水は再び一塁手の練習に本格的に取り組んだが、一塁手を清原和弘で行ったため、開幕スタメンを勝ち取れず、 4月は控えに回される。しかし中堅守のキャプラーは打撃、守備ともに制裁を書き、4月後半にはキャプラーと左翼を併用され、5月には定位置に復帰した。5月の西武ライオンズ戦では先発の西口文也が9回にアウトまでノーヒットノーランの投球を見せたが、最後の打者として回ってきた清水が、ノーヒットノーランだけでなく完封試合も阻止する。 ソロホームランを放つという試合もあった。その後も校長を維持し、終わってみれば、制裁抑止として2年連続で、打率3割を記録した。2006年、原辰則が監督に復帰。前年より台頭した、矢野健二鈴木直弘、シーズン途中に移籍してきた、木村拓也、小関達也などとの外野のポジション争いが熾烈を、極めていたが、原は、清水、 吉信は、格が違うと発言。左翼のスタメンを確約される。周期キャンプで、広岡達郎の指導で課題のスローイングの修正に取り組み、万全の体制でシーズンを開幕したかに思われた。6月3日の西武戦では、左打者キラーの星野智樹から、サヨナラ本塁打を放ち、翌日4日は初回に相手先発の西口から、先頭打者ホームランを放ち、 同点の9回にはサヨナラ儀比を放ち、2試合連続でのサヨナラだとなった。しかし、その後は打撃が低迷し続け、打率に割近辺を上下するほどの打撃不振から抜け出せなくなってしまう。7月26日には、プロ入り11年目にして、初めての2軍での調整試合を経験。最小覚悟は、センターやライトでの出場も多くなる。打率、百十六。 六本塁打という過去最低の打撃成績となり、大幅減俸を受け入れる。早抜き野手最年長であった、西の遺跡により、当時の早抜き野手最年長となった。この年規定打席に到達した、外野手は一人もおらず、高橋ゆときお水は、出場機会を確保したものの、矢野や鈴木の対等により、シーズン後半以降はレギュラーを剥奪された。2007年、 豊田清と一足早く自主トレに入り、鈴木愛籍してきた谷と共に、一番候補の一人、として、春季キャンプを迎えた。だが怪我により、開幕一軍からは、外れ、前半戦は不調に苦しみ、一軍と二軍を往復。後半戦に入り徐々に調子を上げていき、スタメンでの出場機会も増えていった。特に9月以降は、目覚ましい活躍を見せ、少ない打席数ながら、 シーズン打率339を上げた。また、低めだった出塁率もこの年は4割を超えた。10月2日のタイヤクルト戦ではチームを5年ぶりのリーグ優勝を導く内野安打を放ち、中日とのクライマックスシリーズでも7番センターでスタメン出場小笠原隆からヒットを放ち、チャンスメイク。第2戦。 第3戦は高橋義信の腰痛による離脱で1番に入り、全3戦にスタメン出場した。2008年のオープン戦は再び感覚の狂いに苦しみ、また、院前、友也の対等などもあり2年続けての開幕に軍スタートとなった。2軍で結果を出したことや、1軍での故障者が続出したこともあり5月1日に1軍登録され、 その日の対広島戦の6回裏に、代打で登場。シーズン初打席でレフト前ヒットを放った。その後も、主に代打要員として起用されるが、打率は1割台に低迷するなど不振から抜け出せず、後半戦は一軍出場がなかった。本類だが例に終わったシーズンは入団後初めてで、あった。11月15日、自ら志願し、 金銭トレードで埼玉西武ライオンズへ移籍。背番号は 4?2009 年1月8日、登録名を清水高行に変更した。オープン戦では、プロイル初の一塁の守備についた。同年の4月3日の開幕戦、千葉ロッテマリーンズ戦では7番指名打者で、先発出場すると3打数3安打と起用に応えた。開幕から4試合連続で、 スタメン出場するなど序盤は好調で4月9日のオリックスバファローズ戦での試合では3安打で再び猛打賞を記録した。しかし次第に成績を落としていった。最終的に44試合の出場で1本類が打率208と力を発揮できずこの年限りで現役を引退。2010年より日本テレビ RF ラジオ日本の野球解説者 スポーツ放置の野球評論家を1年間務める。10月26日に2011年シーズンから古巣読売ジャイアンツの鬼軍打撃コーチへの就任が発表される。2014年からは1軍打撃コーチを務める。2015年はチーム打率アンダスーがリーグ再開に低迷し10月22日に対談することが決まった。2016年より 日本テレビの野球解説者、スポーツ放置の野球評論家に復帰。2017年からは、ラジオ日本の野球解説者に復帰のほか、BSTBS のパリーグ中継の解説者にも出演。2020年からは、西武オ b ビとして、富士テレビ2の解説者としても活動する。2004年シーズンから、アンダー1本につき1万円を、盲導犬育成のために寄付していた。 2006年は68アンダだったが、キリが良いからと100万円を寄付した。巨人に入団した年に1996年のメイクドラマを経験し、西部へ移籍する前年には2008年のメイクレジェンドを経験。両方を経験した唯一の人物である。なお、1996年は、広島2008年は、阪神に所属していた金本智明は、 敗者側として双方を経験した唯一の人物である。前日の通り完全試合とノーヒットノーランを一度ずつ阻止した経験がある。清水貴之に関するカテゴリー。ありがとうございます。